とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーが更新されました。やっていきましょう。今回も30回ですね。一気に行くと長いので、3回に分けてクリアしていきます。装備は、まあ、特にいいやつはついてませんね。行きましょう。まあ、早めに変えとこう。ここは、いや、初めてじゃないな。2回目ぐらいだね。見たことはある。どうせ多分、1回は敵が多いんでしょ？最近の流れはそうだもんね。最近1回が、よっしゃ。多いんだ、敵。おー、ちょっと待って。めちゃくちゃ多いね。どうしたん？段差使わないと、一気に囲まれて終わりそうだね。これで、多すぎでしょう。何この多さ。敵の多さよ、本当に。危な。はいはいはい。でもまあ、多いだけでそんなに、強いやつはいなかったけどね。でもそれにしても多いでしょう。パワーシェイカーだな。行きまーす。今回はあの雪のエリアはいらないからね。あそこはいらない。ほんとね、凍結で鈍足になるのが嫌いなんですよね。よし。あー、ハスク HP 高っ。パワーシェイカー使えという話か。じゃあ、終わり。あ、まだ？ちょっと待って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 。偉いぞ、ここ。よっしゃ。終わりや。なかなか、序盤から敵が多い。むちゃくちゃ多いね。いりません。次行きましょう。ああ、ここね。はい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 。ここね。多分クリーパーが、ああ、来るよね。来るかなと思ってたら、やっぱり来た。よし。おー、出るな。よし。クリーパーが出る出る。でもまあ、2体、3体か。そんなもん。終わり。いやー、1、2回だけだったか？もしや難しいのは。でもまあ75だったらまだいい。おっと、すごいね。回復持っていく？うん、どうせ弓はまだ使わないし、流れ込む魂を1だけ入れとけば、だいぶ違うからね。4% 回復するんで、全然違うんですよね。おー、結構、もうすでに、スーパーじゃ倒せなくなってる。はいはいはい。まあ、クリーパーは要注意、みたいだな。じゃあ、あ落ちちゃった。しゃ。でも、もういないか、クリーパー。ああ、いる。おい！まあまあ、流れ込む魂で若干なりともね、回復するから、いいでしょう。し、もう、いないよね。終わりじゃない！え、ああ、そこか。はい。なるほど。ちょっとクリーパー多いっていうのはめんどくさいね。ワンパンで倒せないし。ドラでしょう。はい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 、ここね。やば。よっしゃ。ちょい待って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 。あぶねえ。とりあえずちょっとこのトラップがあるところで戦いましょう。
うん、ああ、あとお前たちね。買った。はいはいはい。次。怒りが出てきたか。いやでも俺タワーでの怒りってあんまり好きじゃないんですよね。あ、海があるか。キノコが出てくるタワーだったらいいけど、キノコ出ないタワーでね、怒りはちょっと難しいと思うんだ。よし。まあ、確かにね、ああ、危ねえ。結構効いた。やばいな。ちょっとやばい。息ができない。OK。覆われた怒りのね、あの毒ダメージの一発のロマンはあるけどね。難しいんですよね。こっちにもあったんかい、息するところ。終わり？いやまだ、うんうん、OK、 終わりでしょう。うん、まあこの前その前と比べるとそんなに難しくはなさそうね。サイスでいきます。いいね。この一発でシャンって倒すのがいい。シャンって倒すのが。オッケー。おお、勝て。いいね、いいね、いいね。なあ。よっしゃ。ちょっとエンチャもなんか入れてもいいかもしんないな。終わり。まだか。これでおしまいです。7回も余裕。あー、で、ここで両馬か。で、エンチャは、あー、なるほどね。あんまり良くないな。なら両、斧にするか。うん。使い慣れたやつの方がいいね。ミスったな。ミスった。で、ここね。なんかエンチャ入れてた方が良さそうな気がする。追い打ちよりもね、意外とタワー強だって面白いんだよね。まあ追い打ちを2ぐらい入れときましょう。凍結は1入れとけ。安全のためにさ、凍結をちょっと入れときましょう。あ、サイスを取らずにこれが出るって分かってればこのままが良かったな。このエンチャポイントが1もったいなかったですね。2か、あ、1か。まあまあ最終的には結構余るんで、まあいいでしょう。終わり？ 8 回余裕すぎない？ 8 回、あー、コグクロスボウ使ってみようかな。いや、今は流れ込む魂だ。うん、ちょっと初見は安全に行きます。一発でね、死なずにクリアしたいので。おお、もうすでに結構硬いぞ。武器変えたんだけどね、武器変えたんだけども、もうすでに結構硬い。 OK、 でもまあ倒せないぐらいじゃないからいいでしょう。ほお、やば。ネームドとかはさすがに出てこない。あ、でも前回、うん、前回、前々回あったか。うん、オッケー。矢が今回結構出る。こんだけ出れば強力なやつを持っていってもいいよね。終わり？よし、次は商人か。ボールもそろそろ変えたいね。あー、雪玉がついてる。もしくはこっちでクールダウン雪玉か。あー、悩むところだな。ゴーストリー、うん、耐久力はないんだな。耐久力はこっちだけども、クールダウンがあるからこっちで行こうか。いや、見た目はね、可愛いのよね、これね。結構好き。スカルのマントの方が、まあまあ、顔は、
怖くてちょっといいよね。で、金細工。何あげる？まあ、こっちかな。何がついた？黄金。吸血。おお、悪くないね。でもまあ、途中で変えるだろうけどね。さあ、ボスは何でしょうか。あーぶね、クールダウン入れるの忘れてた。クールダウン雪玉入れときましょう。誰が来る？一体、あ、二体か。なるほど。やばっやっべ。あー、結構硬えな。ちょっと待てよ。OK。とりあえず一体倒してしまえば、楽になるはず。よし。おお、あ、でもそんなに攻撃力もないし大丈夫だったね。はい、ということで、結構楽勝でしたね。1階から、11階まで行ってみました。特に問題ないですね。これは今回楽勝じゃない？うん。はい、ということで、次は12階から20階ぐらいだね。次のボスまでやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。